こんにちは。僕はタヨ。ここをクリックして登録してね。レッツゴー。タヨ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 、レンドリーなバスさ、走ることが大好きなんだ。タヨ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 、かわいいバスさ、どんな時もニコニコ笑顔。くねくねもデコボコも、どこでもくじけない、暗くて怖い道でも友達がいればへっちゃらさ。タヨ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 、フレンドリーなバスさ、走ることが大好きなんだ。タヨ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 、かわいいバスさ、友達いっぱい、笑顔がいっぱい、楽しいことが始まる。
しいことが始まるよ。友達がいれば変な
しいことが始まるよ。が始まりバス停にやってきました。いや、こんにちは。よいしょ。こんにちは。はい、どうぞ。発車します。うわ、あ、困ったな。もうなんでこんなに混んでるの。あ、タヨ遅刻しちゃうよ。急いでくれない。あの道路が渋滞してるんです。あら大変、どうしましょう。あれ、もうなくなっちゃった。あ、えへへ、おいしいよ、交換する。うん、いいよ。えへへ。あれ、入ってない。私の返して。もう飲まないで。二人とも喧嘩をやめて。の中では飲まない方がいいよ。タヨ、はい、ここで降ろしてくれ。バス停じゃないので無理です。急いでるんだ。今日だけだ、頼むよ。次のバス停までは遠いの。大変だ。ドゥリは心配でした。タヨがとても困っていると思ったからです。タヨ、さあ、着きましたよ。ああ、やっと終わった。タヨー、もう終わりでしょ。遊び場に行くんだけど、一緒に行かない？遊び場に行く。お、やあ、ハナ。タヨ、何？バスが故障しちゃったのよ。代わりにお願いできない？でも僕、今終わったとこだよ。タヨ、お願い、お客さんたちが待ってるの。うん、わかったよ。ありがとう。どうしたの？遊びは二人で行ってきて。なんで？仕事を終えたタヨが車庫へ帰ってきました。タヨ、今まで仕事だったの？すっごく楽しかったぞ。ラギ、いいな、僕も行きたかったな。僕は一日中仕事だったのにずるいよ。僕がもう一人いたらな。そしたらもう一人の僕に仕事を任せて一日中遊べるのに。だよ。だよ。こんにちは。君は誰？僕は星から来た星のタヨだよ。星のタヨ、君は僕にそっくりだね。後ろもそっくりだし、タイヤも同じ。もう一人のタヨが欲しいってお願いしただろ。お前は誰だ。とりあえず車庫から出よう。わかった。すごいや。僕
の願いが叶ったんだ。そうだよ、仕事は僕に任せて遊んできなよ。ありがとう、最高だ。どこに行こうかな、河原にしようかな。タヨ、なんでバス停に止まらないんだ。そうよ、お客さんを乗せなきゃ。僕今日はお休みなんです。他のバスに乗ってください。はあ、こんにちは。あれタヨは今あっち。ああ、でもタヨは僕ですよ。さあ乗ってください。何が起きたの。タヨだったけどな。では発車します。その頃、偽物のタヨに仕事を任せたタヨは自由に楽しんでいます。わあ、気分すっきり。おお、うわあ、綺麗だな。行くぞ、やっほー。わあ、すっごく楽しい。あ、そうだ、星のタヨはどうしてるかな、見に行ってみよう。偽物のタヨはお仕事中です。ん？あ、あれはタヨだ。こんにちは、タヨ。やあ、どうも。今日はご機嫌ね。あ、働くって最高だよ。ほんと？じゃあ僕、仕事に戻るね。うん、バイバイ。疲れてそうだったけど、元気になってよかった。そろそろここへ来るはずだ。着きましたよ。来たぞ。気をつけて降りてください。ここで見てよっと。ありがとう、タヨ。とても快適だったよ。タヨ、本当に毎日ありがとう。どういたしまして。おお、うまくやれてるな。偽物のタヨの姿を見て、タヨはお客さんのことを考えていました。ありがとう、タヨ。いつもそばにいてくれてありがとう。タヨ最高。優しいお客さんいっぱいいるんだよな。よし、仕事に戻るぞ。星のタヨ。やあ、どうしたの。僕もう仕事に戻るよ。本当にありがとう。また仕事がしたいのかい。そうだよ、だからもう帰っていいよ。嫌だよ、このまま続けるんだ。え、働きたくないって言ったよね。僕が本物のタヨになって働くから、君は遊んでないよ。本物の僕になる。ああ、みんな僕が本物だと思ってるしね。ダメだよ、どうせ僕の友達にはすぐにバレるさ。ちびっこバス、タヨ。タヨ。やあみんな、やあみんな。え、君は誰。僕、あ、そっか、僕タヨだよ。違う、僕が本物のタヨだ。な、僕がタヨだよ。君は嘘つきだな。僕がタヨだ。どっちが本物なんだ。嘘つきは君じゃないか。わからないよ。分かったよ、本物だってとこ見せてやる。こっちが本物のタヨだわ。僕もそう思う。そう、僕が本物さ。それで終わり。じゃあ今度は僕の番だ。この子の方がうまいわ。じゃあこっちが本物だな。僕が本物だってば。なんでわかんないの。タヨ、今日私と道路で何を話したか覚えてる。道路で。もちろん、仕事は最高って話したよね。そうや。おお。違うよ、君が会ったのは偽物だよ。僕はその時遊び場にいたんだ。え、仕事中に。タヨはそんなことしないよ。ああ。だってそれはその。じゃああなたが本物なのね。ああそうだよ、僕が本物のタヨだよ。はあ、偽物のせいですっごく怖かった。何言ってるんだよ。やめろ、偽物め。タヨをいじめないでよ。そうだ、出て行ってくれ。でも僕が本物なのに。みんなの意地悪。僕どうしたらいいの。タヨ。こんにちは。こんにちは、ブリ。
どうしたの、タヨ。なんで落ち込んでるの？実はすごく困ってるんだ。追い出されたの？そう、本物だと信じてもらえなくて、僕バスの仕事がどんなに素敵かやっとわかったのに。タヨ、もう一度みんなに話しに行こう。でも信じてもらえないよ。正直に話せば本物だってわかってもらえるよ。本当に？うん、僕も一緒に行くから。やった！さっきはびっくりしたよ。だよね。みんな。なんだ？また？何しに戻ってきたの？タヨをいじめるなって言っただろ。怖いよ。みんな待って。タヨはみんなに言いたいことがあるんだ。言いたいことって？全部僕が悪いんだよ。働きたくなくって。だから偽物に仕事を任せて僕は遊びに行ったんだ。でも今はまた頑張りたいって思ってる。本物のタヨみたいだ。そうよね。どっちが本物だ？騙されちゃダメだよ。どうしたらいいかな。あ、そうだ、僕が教えてあげるよ。どうやって？本物のタヨには床にジュースのシミがある。ドアを開けて。ああ、わかった。昨日ジュースをこぼした子がいたな。あ、あった。こっちが本物のタヨだよ。じゃあ君は。僕も行かなきゃ。待て、偽物め。ごめんなさい、タヨ。偽物だって言われて怒ってる？大丈夫、これからは一生懸命働くよ。早く働きたいな。じゃあ起きなくっちゃね、タヨ。寝てたらお仕事できないでしょ。ハナ、偽物のタヨはどこ？偽物のタヨ？何のこと言ってるの？なんだ、夢だったのか。はい、じゃあ早く支度して。了解。仕事が大好きだとタヨは改めて気づきました。安全運転でね、タヨ。誰か助けて。タヨとロギは今日お休みです。二人で川のそばに遊びに来ました。いや、ほらロギ、キャッチして。よし。ロギ、わざとぶつけただろ。あんなのが取れないなんて思わなかったよ。なんだと？ロギ。よし、やるか。楽勝だよ。じゃあこれはどうだ。やあ、まずい。タヨのせいで落ちたんだぞ。ロギが避けたからだ。とにかく早く拾おう。ねえ、早く拾ってよ。動くなよ、揺れるだろ。もう少し、もう少しで取れる。あれれ、ねえ、なんか変じゃない？何が？は？大変だ。岸から離れてる。落ちるぞ。わかった。あれ、ボンボンじゃない？ボンボン。あれ、タヨ、そこで何してるの？会えてよかった。助けてくれ。面白そうだね、僕も乗せてよ。遊んでるんじゃないんだって。困ってるんだよ、ボンボン。とにかく早くルーキーとパッドを呼んできて。違うだろう、エアーに来てもらった方がいい。ダメだよ、ルーキーを呼ばなきゃ。エアー、ルーキー。エアー、誰を呼んでくればいいの？誰か連れてきて。わかった、誰か連れてくる、誰か連れてくる。誰かって誰だろう。はい、どうぞ。かわいい風船。楽しい。バンバン、ここにいたの。ケリー、行きましょう、
今日は修理工場に行く日だったでしょ。あ、そっか。出発するわよ。はい。あらあら、ボンボンはタヨとロギに頼まれたことを忘れちゃったみたい。もう全部ロギのせいだぞ。タヨがいなけりゃこんなことには。ふん。お腹が変な感じ、なんだかガスが出ちゃいそうだ。何やってんだよ、動くなって。実は、なんだよいきなり。どうすんだよ、もっと遠くに来ちゃったじゃないか。だって出ちゃったんだもん。大丈夫、ボンボンがもうすぐ誰か連れてきてくれるから。ケリー、どうしてここに来たの。体に悪いところがないか調べるためよ。強い子になれるようにね。みんないらっしゃい。注射だ、注射器。あのね、みんなこれは全然怖くないのよ。どうしてボンボンは帰ってこないんだ。あ、こんな風に待ってるだけじゃなくて、花に電話すればいいんだ。そうか、やってみろ。うん。みんな泣かないで。もうどうしよう。あ、電話に出ない。ほんと、もう一度かけてみて。うん。あ、鳥さんだ。かわいいね。一人ぼっちなの。え、寂しいんだね。友達がいればいいのに。はあ、どうして？何でもいいから早く。よし、青い青い空の上、高く高く飛び上がる。青い青い空、白い白い雲の上。お日様。鳥たちはロギの変な歌声にびっくりして飛んでいってしまいました。お日様見て。もういいよロギ、みんないなくなった。はあ、助かった。でもどうして飛んでったんだ。ちびっこバス、タヨ。よし、ね、やってみたら全然痛くないでしょ。うん。あとどのくらい待ってるの。順番に一人ずつよ。もう少し待っていましょうね。でもつまんないよ。ほんと、タヨがいたら一緒に遊んでもらえたかもね。タヨ？あ、そうだった。お待たせ、ボンボン。あなたの番よ。ダメ、ボンボン行くところがある。行くってどこに。誰か連れてかなきゃいけないの、誰か。ボンボン、検査が嫌だからってダダこねちゃダメよ。違うよ、連れてきてって言われたもん。大丈夫よボンボン、おいで。本当に言われたよ。ボンボンはいつ戻ってくるんだろう。僕たち遠くに来すぎたかも。もう電話も繋がらないんだ。それはまずいな。あれ、スピーディーと社員か。呼んでみよう。スピーディー社員。あれ、タヨとロギか。うわ、船に乗ってる。楽しそうだな。おい、俺たちも乗せてくれ。こっち見てるよ社員、助けて。なんて言ってるんだ。早く来いって言ったか。どうやって行くんだよ。聞こえないみたい。あれれ、どうしたんだ。あれ、向こう向いちゃったぞ。早くあっちを向かなきゃ。ロギ、またお腹が痛くなってきた。何、ダメ、今はダメだ。我慢しろだよ。もう我慢できないよ。あれも行っちゃった。すっごく早いな。チッ、あいつらだけで楽しんで。そうだ、ずるいよな。赤ちゃんカーたちの点検は全て終わったようです。お疲れ様。子供たちがぐずって大変だったけど。いいえ、みんな無事に終わってよかったわ。ありがとう。じゃあ出発するわね。さようなら。ちょっと休もうかしら。ただいま。あら、
おかえり、楽しかった？タヨとロギはどこ？まだ帰ってきてないの？僕たち一緒じゃなかったよ。そうなの？もう暗くなってきたのに、電話してみようかしら。あら、タヨから電話があったんだわ。どうしたのかしら。この電話番号は県外でつながりません。つながらないなんて、おかしいわね。どのくらい流されたんだろう。わかんない。なんだか流れも強くなってきちゃった。はあ？うわ、柱にぶつかる。大変だ。タヨ、おならだ。今おならしろ。わかった。ごめん、出ないよ。もうダメって言った時はすごいおならしたのに。本当に出ないんだ。やるっきゃない。危なかった。ロギー、すごいじゃないか。タヨ、ロギー、街中探したのにどこにもいないみたい。そうだな。二人ともどこにいるの？あら、パッドとハートだわ。ねえ、どうかしたの？ケリー、タヨとロギがいなくなっちゃったの。電話も繋がらなくて。あら、もうどこかで見かけなかった？見てないわ。どうしたのかしら。そう、タヨとロギ。あ、そうだ。怖い、もう真っ暗だ。本当？でもロギと一緒でよかった。一人ぼっちだったらもっと怖かったと思う。タヨ、あのさ、さっきはごめんね。うん、僕が悪かった。ごめんなさい。反省してるんだ。タヨ、なんとか頑張ろうぜ。そうだね、きっと誰かが助けに来てくれる。は？うわ、外れてきた。うわ、離れちゃう。うわ、ロギー。タヨ、もうどうすればいいんだろう。誰か助けて。あれ、レア。一体どうしたの？すっごく心配したのよ。大丈夫かい？はい、大丈夫。危ないところだったんだぞ。ボンボンが教えてくれてよかった。うん、ごめんなさい、僕遅かったよね。二人とも、とっても怖かったでしょ？でも一人じゃなかったから、そんなに怖くなかったよ。そうそう、一人ぼっちだったらもっともっと怖かった。もう喧嘩しないからね、ロギ。もちろんだよ、親友だもんな。よし、みんなもう遅いから帰ろう。タヨとロギは無事に帰ることができました。仲直りもできたし、本当に良かったですね。頑張れ、フランク。ある日の早朝、ガニは消防署へやってきました。やあ、おはよう。ガニ。おはよう、ガニ。どうしたの？実は。すごい、本物の消防署だ。この子はジュン、フランクにすごく会いたがってたからここへ連れてきたんだ。本当かい？ああ、消防車が一番好き。うん、会えて嬉しいよジュン。会いたくなったらいつでもおいで。お、火災発生、救助隊は出動せよ。おい、アリス、行くぞ。了解。ガニ、行こう。うん。火がすごくなってる。フランク、任せてくれ。よし、行くぞ。あ、ダメだ、水が全然届かない。あ、困ったぞ。もう大丈夫だ。はっ、あら、あなたもよくやったわ。
いや、結局何もできなかった。いや、本当すごかったよ。フランクよりもずっとイケてる。かっこよかった。フランク、最高だったよ。そうだよフランク、だからみんなのことは気にしないで。ああ、どうもありがとう。次は俺のかっこいい姿を必ず二人に見せるからね。次の日、フランクは一生懸命練習しています。まあ、また失敗だ。無理しちゃダメよ、壊れちゃうじゃない。いや、高いビルの火を消すために俺はもっと強くならないと。フランク！お、こんにちは。君たちどうしてここへ？ここで練習してるって聞いたから、何か手伝えることがあるんじゃないかと思って。うん、僕も手伝う。君が？でも、いいじゃない、あなたを助けたいのよ。わかったよ、じゃあよろしく頼む。やったー、フランクと練習できる。ガニとジュンは練習を手伝うことになりました。また失敗だ。フランク、頑張れフランク、フランクは最高。よし、もう一度やるぞ。よー、成功だ。すまない。すごい。もう少し遠くに置いてみよう。やったわね、やった成功だ。フランク最高。これでもう高いビルの火も消せるわね。ああ、任せとけ。ビルで火災発生、出動せよ。よし、行くぞ、練習の成果を見せてやる。パッド、ルーキー、フランク、向こうのビルだ。フランク、届くかな。わからないけど、こないだのビルより高いかも。今日はうまくいくよ、フランク。行くぞ。やったぞ。フランク、屋上を見て。大変だ、火を消さないと。届かない、ビルが高すぎるんだ。もうちょっとだ、届け。かわいそう。いっぱい練習したのに。はっ、僕に任せて。見て、すごい、火が消えた。さすがやだ。いや、最高だよ。やったあらまあ、フランクを見てずぶ濡れよ。お気の毒ね。フランク、気にしちゃダメよ。悪いけど先に帰るよ。フランク、ちびっこバスだよ。フランク、練習しよう。君たち来たのか。フランク、何してるの？何って、花に水をやってるんだ。俺にぴったりだと思わないか？仕事を変えた方がいいかもな。なんだって？アリス、フランクの様子が変だ。昨日のことが相当ショックなのよ。フランク、僕と一緒に練習しようよ、ね。何のためにだい？火事が起きてもエアーがいれば大丈夫だろう。フランクがいなきゃ。そうだよ、君は消防車じゃないか。ああ、俺は消防車だ。火もまともに消せない、役立たずさ。そんな、
アリス、息抜きしてくるよ。あ、フランク、ジュン、ちょっと待って。どうしよう。ジュン、落ち込まないで。違う、フランクにがっかりしてるんだ。すぐに元のフランクに戻るよ。あ、うわあ、何か匂うぞ。火だ、燃えてる、火事だ、助けてくれ。ジュン、大丈夫かい？どうしよう。やばい、動けない。大変だ、あれは何？そんなの僕の大好きなフランクじゃない。だよな、俺はダメなやつだ。なんだあれ、エアーじゃないか。どこへ向かってるんだ。事故でも起きたのかな。ああ、気にすることはない。エアーがいれば俺はいらないんだ。なんてことだ、トンネルの中で火事か。じゃあ僕には何もできない。ああ、車は何台いた。わからないけどたくさんいたはずだよ。ベキ、パッド、ガニが中にいるらしいんだ。フランクは応答がないんだ、無線を切ってる。もうフランクどこにいるの。はあ、じっとしてるとすごく眠い。あ、よっしゃ、やったぜ。お兄ちゃん最高だろ。すごく楽しそうだな。あ、フランク最高だよ。そうかい、ジュン。ああ、俺は何やってんだ。しっかりしろ、俺は消防車なんだぞ。緊急だ、トンネル火災、出動を要請する。なんだって。誰か助けて。助けに来て、誰かガリを助けて。何？最悪だ。助けないと、中に入ろう。ダメよ、危険すぎるわ。でも、なんとかしなきゃ。どうにかしないと。あ、この音って、フランク、道を開けて。やった、行くぞ。中へ入ったぞ。頼んだぞフランク、お願い。大丈夫なのかしら。出てきた、フランク、来てくれてありがとう。信じてたよ。いや、礼を言うのは俺だよ。勇気を出してこれたのは君が信じてくれたからだ、フランク。みんな心配かけてすまない。俺は消防車の名にかけて誓う、こんなことはもう二度としないって。君は最高だ、フランク。フランクは仲間を守るためにこれからも頑張ろうと心に誓いました。ヌリの最悪な日。ララ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 ラ今日はなんだかいいことがありそう。タクシー、あれ、タクシー、こんにちは。市役所までお願い、緊急なの、急いで。はい、すぐに着きますよ。それでは出発します。お急ぎなのでスピードを上げます。
赤信号だ。行くわよ。なんでまた赤信号。またはぁ、そんな遅れちゃうじゃない。到着しました。すぐに着くって言ったのに、これじゃ遅刻よ、もう。本当にすみません。赤信号じゃなかったら間に合ってたのに。あれ何？はあ、危なかった。なんで水たまりがあるの？やっほー！いやー、何これ、何でも見えない。大変だわ。会いたいよ。それでこうなったもん。でもあなたが無事でよかった。私は世界で一番不幸な車なんだ。ちょっとヌリ、そんなことないって。あなたにはきっと何かいいことが起きるから。本当に？もちろん。はーだー。あ、うん、ヌリも来てたんだ。あれ、それどうしたんだ、何かあったのかい。なんでもないの。ねえ、今日は仕事に行かないの？あのね、実は今日これから僕たち今日クルーズ船に乗るんだ。そうなの？クルーズ船に？はぁ、ついてるわね。私も一度乗ってみたいと思ってたんだ。あ、そうだ、ヌリ、あなたも一緒に行く？行っていいの？ええ、シトは今日仕事だから彼の代わりにどうぞ。あなっても最高。ほらね、いいことが起きるって言ったでしょ。あの、ハナ。何？実はもうビッグを誘っちゃったんだ。だから、ヌリは乗れない。ヌリごめんね。ほら言ったでしょ、やっぱり私は世界で一番不幸な車なんだって。これでよし、終わったわ。出てきていいわよ。ありがとう。仕事に戻るわ。そうだ、ちょっと待って。何？じゃじゃーん。何それ？あなたにあげる。ほら、すごい、とっても綺麗ね。これは幸運のお守りよ。幸運のお守り？そうよ、このネックレスがあなたに幸せを運んでくれるはず。嘘だよ、そんなのありえない。いいえ、本当よ。さあ、あなたのとびっきりの笑顔を見せてちょうだい。お、ありがとう、花。いい一日を。あなたもね、頑張って、ヌリ。やだ、何なのこの顔。幸運のお守りって本当かな。まさかね。タクシー。どうも、こんにちは。どちらまで？とにかく急いでいるんだ、市役所まで頼む。え、市役所？さっきは着くのが遅れちゃったんだ。おい、急いでるんだ、早く出してくれ。あ、すみません。ヌリはまた市役所へ向け走り出しました。今度は遅れませんように。幸運のお守りさん、お願い、時間通りに到着させて。あ、青信号だ。すごい、また青だ。やっほー。あ、もう市役所だ。よかった、とっても早く着いた。あの、ここで降りますか？あ、そこを右に曲がったところで降ろしてくれる？え、あの道はさっき私が、あ、泥だらけになった。もう行きたくないな。でもお守りがあるし、あそこでお客様を降ろそう。あれ、すごい、道が綺麗になってる。お掃除してくれたんだ。到着です。
無事に間に合ったよ。どうもありがとう。いえ、どういたしまして。いい一日になりそうだわ。幸運のお守りのおかげね。トレーラーの中に閉じ込められてしまいました。あ、動いてる。ここなんなの。ちびっこバスだよ。こんなに近くで見たの初めてだ。はい、みんなそろそろクルーズ船に乗るわよ。ねえ、ちょっと待って、まだビッグが来てないよ。よう、みんな。ビッグ、どうして遅れたんだ。あ、すまなかった、来る前に荷物を下ろしてたんだ。みんな揃ったわね。さあ行きましょう。了解。超ワクワクする。あれ、どうしたの？すごく悲しそうよ。ヌリのことを考えてたんだ。来られなくてかわいそうだよ。ヌリも一緒に乗れたらよかったのにね。心配しないで、ヌリもきっと楽しんでるわよ。行きましょう。わかった。もういや、なんで私だけこんな目に遭うの。ふん。何が幸運のお守りよ。聞こえなかったけど。ロギー、誰かが助けを求めてるよ。今のは聞こえた。お願いだけね。あ、この中から聞こえる。なんだと。お願い。あ、無理じゃない。ハナ、あなたなの。何があったの。まずは外へ出て。わかった。ヌリ、大丈夫かい。一体どうやって中に入ったんだ。あら、ビッグ、あなたのトレーラーだったのね。ねえ、何があったの。なんでトレーラーの中にいたの。実は幸運のお守りを落としちゃって、トレーラーの中に探しに入ったの。幸運のお守り。でもいいことは何も起きなかった。そうだぜ。いいことあったね。クルーズ船に乗りたかったんでしょ。ああ、夢みたいだわ。やっぱりあれは幸運のお守りだったんだね。どうしよう、幸運のお守り。あ、ヌリ、それってこれのこと。ああ、そんな、曲がってぐにゃぐにゃになってる。そんな、お守りが壊れたらまた不幸になっちゃう。私はどうしたらいいの。大丈夫よ、そんなことないわ。でも実は全部私の作り話なの。あなた悲しそうだったから、これは普通のネックレスよ。そうなの。だけどあなた今クルーズ船に乗ってるじゃない。つまりネックレスがなくても幸せになれるのよ。そうだよ、ネリ。
一緒にクルーズ船に乗れたじゃないか、うん、君はきっと幸運のタクシーなのさ。まあその通り、私は世界で一番幸運なタクシーよ。なんだそれ。ヌリにとっては大変な一日でしたが、最後にはいいことがありました。よかったねヌリ。勇敢なヘリコプターエア。よく晴れた午後です。橋を渡ってタヨがやってきました。すっごくいいお天気。あれ、パッドだ。何か事故でもあったのかな。見に行ってみよう。ルーキー、パッド。タヨ、何かあったの。ほら、あそこに。ここだ。助けてくれ。大変だ。あの人たち川に落っこっちゃいそうだよ。もう着いてもいい頃なんだけど。来た。あれはエア、新型のヘリコプターだ。消防署から来た。お、エアが救助します。おお、どうもありがとう。エア、よくやった。どうも。ねえねえ、あのさ、ん、君本当に本当にすごかったよ。ありがとう、仕事をしただけだ。僕タヨって言うんだ。はじめまして、よろしく。こちらこそ。さてと、仕事に戻らなきゃ。じゃあまた。うん、またね。なんてかっこいいんだろう。今日ね、すごかったんだよ。すごいって？何があったの？あのね、困ってる人を助けるヘリコプターに会ったんだ。ヘリコプター？そう、エアーって言ってレスキューチームの新しいメンバーなんだって。大活躍だったんだよ。空をビューンって飛んできてさ、川の中で困ってる人を助けたの。うわー、それはすごいね。僕はもうエアーと知り合いだから、今度会ったらみんなを紹介してあげるよ。うわー、早く会ってみたいな。僕もだ。なんて言えばいいんだろう。ハロー、私タヨの友達のラニよ。本気で言ってる？なんで？変だった？みんなエアーに会うのが楽しみのようです。次の日の朝、ラニが路線を走っていると、あれ？うわ、あれきっとエアーだ。ねえ、あなたエアーでしょ？ちょっとお話ししたいの。エア、あたしとなんて口も聞いてくれないの？そういうこと？ガニはロビと遊び場の掃除をしています。よし、終わった。お疲れ様ロビ。あれ、うわあ、あれきっとエアだ。エア？そう、消防署の新しいヘリコプターだって。わあ、かっこいい。呼んでみようよ。おーい、エア。こんにちは。どうして僕の名前を？あのね、タヨから聞いたんだ。ああ、タヨの友達なのか。そう、僕の名前はガニ。うん、僕はロビだよ。よろしく。あの、ねえエア、もし忙しくなかったら僕たちと一緒に遊ばない？一緒に遊ぶ？ここで？ああ、僕たちちょっと汚いか。ごめん、掃除してたから。ああ、残念だけど、また今度ね。さようなら。ああ、エア、行っちゃった。きっと僕たちは汚いからだ。来た来た。ああ、疲れたな。やあやあ。君は誰？僕はタヨの友達のロギだよ。君に会いたくてここで待ってたんだ。ああ、そうなのか。うわ、本当に飛べるんだね。かっこいいな。待って、少し離れてくれ。うわ、君ってすごいんだね。近づくなってば。いや、つまり、いやって意地悪だ。おい、待ってくれ。
みんなただいま。あれ、どうしたのみんな、何かあった？ああ、なんでもない。え、なんでもなくない。私たちエアに無視されたの。え、私が名前呼んでも振り向きもしなかったんだよ。それにガニが遊ぼうって誘っても飛んで行っちゃったの。本当に？ああ、僕掃除してて汚かったからだと思う。僕はエアに近づくなって言われたんだ。そんな、まさか。そうだもん、私たちのことバカにしてるのよ。そんなはずないよ。僕エアに会って聞いてくる。ちびっこバス、タヨ。エア、ねえエア。あ、いたいた。エア、僕だよ、タヨだ。なんだ、本当に無視してるのかな。エア、おい、エア。タヨ、ここで何してるんだい？君を呼んでたの聞こえなかった？ああ、ごめんね。飛んでいる時はよく聞こえないんだ、プロペラの音で。え？それじゃあひょっとして僕の友達のラニが今日君の名前を呼んでたの聞こえた？ああ、ううん、プロペラの音で聞こえなかったんだな。やっぱりそうか。じゃあガニが遊ぼうって言った時どうして行っちゃったの？ああ、あの掃除してた子？僕が近づきすぎるとせっかく集めたゴミが散らかっちゃうからね。残念だった、遊びたかったのに。ああ、そういうことか。でもどうしてロギに近づくなって言ったの？ロギ？ああ、あんまり近くに寄ってくるからプロペラにぶつかって怪我をしたらと思って。それで思わず怒鳴っちゃったんだ。反省してるよ。じゃあただの思い違いだったんだ。僕の友達はみんな君に嫌われてると思っちゃってすごくがっかりしてるんだ。そうか。僕がみんなに話すよ。だからエアも一緒に行こう。でも早く。タヨ、本当のことを伝えてもみんなは僕と友達になってくれないよ。え、なんで？ずっとそうだった。見かけが違うだけじゃない、僕は君たちみたいに走れない。だから僕はいつも一人なんだ。僕のためにそんなに頑張ってくれなくてもいいよ。あ、いや、あ、じゃあ僕一人でみんなに話してくれ。え、タヨ。え、まさか。本当だよ、だからエアのこと怒らないで。それが本当ならどうしてエアは自分でそう言わないの？ほらね、やっぱり僕たちのことバカにしてるんだ。待ってよみんな、そんなんじゃないってば。私もう寝る。ねえみんな。翌朝、タヨは路線を走っていました。これからどうしたらいいのかな。火事だ。道を開けろ、危ないぞ。タヨ、みんな、上の方がすごく燃えてるんだ。そうだね。ああ、みんな無理、大変よ。このビルの中に花がいる。さっきここで花を下ろしたの。本当？みんな、見て。花！本当だ、あんなところに。それ！あ、ダメだ、高くて届かない。どうしよう。ハナ！ハナ！エア！やったー！エア、ハナが大変なんだ。ヘリコプターエア、救助します。大変、煙がすごくて近づけないんだ。エアーだって危ないよ。大丈夫、いける。ああ、煙の中に突っ込んだ。エアー、どうか無事でいて。
私は大丈夫よ、エアーが助けてくれたから。じゃあまた。待ってよ。エアー、花を助けてくれてありがとう。感謝感激。どうもありがとう。どういたしまして。あとごめんなさい。うん、僕たちエアーのことを思い違いしてた、そう、君のこと悪く言うなんて間違ってた。ごめんなさい。いいんだ、僕こそちゃんと説明しなくてごめん。あの、友達になってくれる？もちろんだよ。よかった。ねえエア、私も友達にしてくれる？もういいかな。友達になりたいな。僕も友達になってよ。ほらエア、友達作るのって難しくないでしょ。みんなすごく嬉しいよ、ありがとう。勇敢なヘリコプターエアーにたくさんの新しい友達ができました。もう一人ぼっちじゃないね。